皆さんこんにちは。日本テレビの石川南アナが昨年5月31日に同局を退社した佐藤義明元アナと結婚したことが報じられました。今回は石川アナの結婚報道や佐藤義明元アナとの馴れ初め、ドロドロ略奪愛と言われている理由についてご紹介していきます。日本テレビの石川南アナウンサーが進行を務める同局ゼロイチに出演し、結婚したことを生報告しました。番組オープニングで MC の指原莉乃さんからおめでたいお知らせがあります。石川南アナ結婚しましたと振られた石川アナはありがとうございますと笑顔を見せました。スタジオメンバーがそれぞれ祝福のメッセージを送る中、松丸亮吾さんは番組が始まる時にまさか南さんが最初に結婚すると思わなくて本当におめでたいと驚きを口にされました。指原さんもまさか番組やっている期間に立ち会えて素敵な出来事の報告を聞けてとっても嬉しいです、本当におめでとうございますと祝っています。改めてコメントを求められた石川アナは、私事でお時間いただいてすみません、ありがとうございます、ますます地に足をつけて精一杯精進しますので、これからもよろしくお願いいたしますと抱負を語りました。この放送では結婚相手について触れられませんでした。石川南アナの結婚相手は昨年日本テレビを退職された佐藤義明さんです。ではこのお二人の馴れ初めをご紹介していきます。石川南アナと佐藤義明さんはもともと ZIP で共演されていました。石川南アナは2020年に23歳で日本テレビに入社、佐藤義明さんは2008年に22歳で入社され、石川アナの12年先輩になり、年齢では11歳年上になります。 ZIP の担当曜日は2人ともガツカスイで、箱根駅伝の中継では石川アナが佐藤アナのサポート役になるなど多く共演を重ねる中で、次第に距離が縮まっていったようです。担当の曜日が一緒というのも何かの縁なのかもしれません。佐藤義明さんは仕事にも一生懸命で誠実な印象で、石川アナは互いの仕事に向き合う姿勢や物事に対する価値観などに惹かれ合い、人生を共に歩む相手として意識するようになったといいます。お互いにスポーツが好きという共通の趣味があり、休日にはランニングや登山を楽しんでいるそうです。ではいつから交際されているのでしょうか。石川南アナと佐藤義明さんの交際がスクープされたのは2021年の12月です。日テレ関係者の方が語るには、2021年12月にスクープされた時期に近いということなので、交際開始は2021年の秋あたりだと思われます。ちょうど年末に向けて人恋しくなる季節ですね。約2年でご結婚ということで、ちょうどいいタイミングだったと考えられます。ではなぜこの交際がドロドロ略奪愛と言われているのでしょうか。それは佐藤義明さんがなかなかのプレイボーイだからと言われています。では佐藤義明さんの女性遍歴を見てみましょう。2011年に嵐の櫻井翔さんの妹で1年後輩の櫻井舞さんとの交際が発覚。会社内でも隠す素振りもなく堂々と交際されていたといいます。そして兄の櫻井翔さんも妹をよろしくと声をかけるほど交際は順調だったようです。しかしその後破局したのか、佐藤義明さんに再びの交際報道があります。2014年には日本テレビ入社2年目の郡司恭子アナとの熱愛が発覚しています。郡司アナのプロフィールとして、生年月日1985年6月26日生まれ、出身東京都港区出身、出身大学慶応義塾大学卒業。というわけで佐藤義明元アナと同じ慶応義塾大学卒業の再演です。複数の関係者によると2014年の春頃交際をスタート、お互いレギュラー番組を抱え多忙な日々を送っていましたが、
同じ時期に長期休暇を取り、共に趣味である海外旅行を一緒に楽しみ、現地でデートするなど真剣に交際していたといいます。そのため結婚も秒読みではないかとも言われていました。しかしその後、郡司恭子アナとは破局したようで、佐藤義明さんは元カノ桜井舞さんとよりを戻したとか。桜井舞さんは2016年に大学の同級生と結婚されています。というように、佐藤義明さんは日本テレビ時代に職場内でいろいろ女性との関係があり、スクープされた以外でも噂はあったようです。なので今回の石川みなみアナとの交際時点でも略奪などのドロドロがあったのではという憶測が飛んでいたようです。ここで石川みなみさんのお相手である佐藤義明元アナの経歴についてご紹介します。名前、佐藤義明。生年月日、1985年11月11日。出身、東京都文京区。身長 178cm。 血液型 B 型。最終学歴、慶応義塾大学商学部卒。学生時代はアルペンスキー選手として、インターハイやインカレ、国体にも出場している佐藤アナ。2008年にアナウンサーとして日テレに入社しました。主にスポーツアナウンサーとして活躍し、2019年にはイチロー選手の引退試合の実況を担当。試合中のセレモニーでは球場の雰囲気を伝えるべく4分間言葉をあえて発しなかったことが、沈黙の4分間として話題になりました。また2021年の東京五輪、2022年の北京五輪ともに日テレを代表して各局のアナウンサーが共同で制作するジャパンコンソーシアムに派遣。レスリング川井梨紗子選手、スキージャンプの小林陵侑選手の金メダルの瞬間を伝えるなど、日本中が感動に沸いたひとときに実況として花を添えました。バリバリのスポーツマンだった佐藤アナだからこそ、実況では会場の雰囲気や臨場感などにも気を配り、視聴者を引き込んでいったのではないでしょうか。しかし2023年、家業を継ぐために退社をしています。佐藤元アナの実家は日品ブランドで知られる日本用品株式会社を経営しているそうです。創業は1951年からの老舗で、主に登山用品を取り扱っているんだとか。現在は佐藤アナの父親が社長として経営されているようで、将来的には佐藤アナがその立場を継ぐことになるのかもしれません。しかしなぜ今になってその決断に至ったのでしょうか。本人は正式にコメントを出してはいませんが、どうやら人事異動と関係がありそうです。3月にジップを卒業し、6月1日付で宣伝部への配属が内定していたという佐藤元アナ。アナウンサーから宣伝部への移動が本人の中で腑に落ちず、退職の決め手となったのかもしれません。また石川みなみさんの経歴についてもご紹介します。広島県広島市出身。広島県立広島みな実高等学校を経て、一浪して早稲田大学教育学部教育学科を卒業後、2020年4月に日本テレビにアナウンサーとして入社しています。2歳から10年間水泳を、5歳から13年間陸上競技をしており、小学生時代には 4×100m リレー、中学生時代には駅伝でそれぞれ全国大会に出場しています。アナウンサーになる前も様々な活動をされており、大学2年からセントフォースの学生部門であるスプラウトに所属し、2017年9月24日から FM サルース GE アップスプラウトに出演しています。2017年11月にはこれまでに多くの女子アナを輩出している早稲田コレクションに出場し、その一方ではエニペイ株式会社のペイモを普及するペイモガールとしても活動しています。2018年2月からはテレビ朝日の番組情報を自身の SNS で発信するテレ朝公式ウォッチガールを務め、2018年5月にはサッカー日本代表本田圭佑選手が実質的オーナーを務めるカンボジアのサッカークラブソルティーロアンコール FC の公式アンバサダーに就任しています。アナウンサーになった今でも様々な番組で活躍され、
日本テレビの今後を担う若手アナウンサーとして会社からも世間からも期待をされています。佐藤元アナとご結婚をされた今、ますます今後の石川アナの活躍には注目していきたいですね。いかがでしたか。今回は結婚報道や佐藤義明元アナとの馴れ初め、ドロドロ略奪愛と言われている理由についてご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。